かなあ。ちなみに今日はですね、あのあれだ、あきちゃんのライブが終わった後10時からバカトレサーカス同時視聴がございます。はい、だからミッドサマーとかを手掛けた会社の人が、会社のところかなが出してるあのラムっていう映画を見ようと思います。なんかホラー映画というより奇妙な映画、ミッドサマー系な、多分奇妙な映画だと思うんですよね。怖いというより一体何が行われているんだろうっていう、そう、奇妙さがあるということで、ちょっとこれ見てみようぜと、うん、いうことで、はい。なんかね、その羊飼いのあの夫婦のところに生まれた羊がなんかちょっとみたいな、あれっていう、そうっていう感じでございます。そう、あらすじが結構なんかダークな感じらしい。んー、なのでね、あの楽しみですね。はい。そして白神からのお約束、あんまりさ、こうさ、なんかダークな感じって言ってる中にメンバーの名前を出すのはちょっとよろしくないので、皆さんね、そのあたりはね、しっかり配慮してくだいただけると嬉しいですよ。センシティブな問題でもあるとは思いますので、あんまりなんかそういうメンバーの名前を出すのは白神に、あの、良くないと思いますのでね。はい、ちょっとそのあたりみんな気をつけよう。ネタって思ってるかもしんないけども、そう、内容が内容なのでね、あの、そういうのはね、あんまりみんな、なんか良くないからね、そこはごめんなさいしよう、みんな。うん、そこはごめんなさいだ。ごめんなさいね。よろしくお願いします。はい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 。そう。ネタでもね、そう。いや別にそんなあれじゃないじゃん、みたいな。なのでね。一回ね、コメントするときは考えてコメントするように。みんな気をつけような。ごめんなさい。ごめんなさい。できて偉い。偉いけど気をつけてな。うん。まあ、ということで、いい感じに10分と13分経ってるので。